どうも皆さん、デュエルリンクス界では老害おじいちゃんのリュウです。さあ本日だけですが、おじいちゃんホイホイデッキ作ってきましたんでご紹介していきましょう。ガジェット皆さんね、好きな人多分中にはいると思うんですけども、あのマシンガジェっていうデッキ皆さんご存知ですか？あのガジェットとマシンナーズを組み合わせて、そのガジェットってこれ召喚特殊召喚に成功してるとなんかいっぱいガジェット持ってこれるんで、そのガジェットのアドバンテージを稼いで、そのアドバンテージを使ってなんかいろいろねエクシーズしていったりとか、インガー切断したりとか、まあそういうねあのギミックになってるんですけども、今回はあのシンパックにてね登場したランク4モンスターが少し強めのモンスターがね、まあ今までに比べるとあの強めのモンスター登場したので、これに使っていきましょう。ギミック的にはガジェットでガジェットを持ってきて、でなんかその結集とかでね、あのこういうレベル4モンスター出したりとか、この辺の機械族いっぱい強いやつを出したりとかして戦っていくっていう時ですよ。でね、エクシーズモンスター中心に説明していくと、新しく追加されたやつね、ギアギガントクロスね、ギアギガントクロス、こいつはメインボックスの顔のモンスターなんですけども、久しぶりに顔らしい働きをしてくれますこのモンスターは。リンクスの顔は弱いって言われてるんですけどね、顔強いです今回は。エクシーズサイをオーバーレイト使うと、デッキ墓地からレベル以下の機械族モンスターを、サーチできるっていうね、あ、回収したりサーチできたりするっていうカードですね。で一応まあギアギアをその蘇生するっていう効果も一応持ってるんだけども、あの今回のデッキはギアギア入ってないんで使えません。でこれダイヤウルフ、これねやっとランク4に一応除去があの追加されまして、まあ、一応、コストがいるんですけど、自分フィード上の獣族、獣戦士族、超獣族モンスター1体とフィード上のカードを破壊すると、だからまあスクラップドラゴンみたいなねあのイメージですね。これほんと強くて、またちょっと磁石デッキとかでもあのぶち込んでやろうと思ってるんだけども、あのレベル4が2体並んだら一応除去飛んでくるっていう環境になるので、一応これがいればだからね結構強い。まあ、ちなみにあの、デュエルリンクスプレイヤーというかモンハンプレイヤーからこれジンオーガと、言われています。で、ブラックコーン号懐かしすぎんだろ。これあの本当エクシーズ土初期の環境の時に多分活躍したモンスターですね。一旦に一度このカードのエクシーズサイを一つ除くと、こいつの攻撃力2100以下の攻撃力を持つ相手のフィールドのモンスターを墓地に送りますよと。で500ダメージを与える。まあこれ本当1000ダメージなんだけども、悲しみを背負ってるからあのエラッとされて500ダメージになってるっていう感じですね、デュエルリンクスでは。でブラックコーン号はね一応ね打点上げればね、打点上げればなんか3000、4000とかにしてあげれば何でも処理できるんだけども、現状上2100しかないから環境の誰一人として墓地に送れないっていう悲しみを背負ってます。一応マスターベールとかあのライトローじゃないウィッチクラフトのあの辺は一応処せますけど、はい、まあそんな感じです。でガガガ侍とかホープも入れて、4結構並ぶんでこのデッキなので、しっかりとランク4並べつつ、トラップカードで妨害しながら、巡るとか結集使って戦っていくっていうデッキですね。でフォートレス強いんで、ヘビースターターにして、ヘビースターターでなるべくフォートレスを引けるようにしているっていう構築でございます。早速ねマシンガジェおじいちゃんホイホイ、おじいちゃんが大好きなデッキね、回していきましょう。デュエルスタンバイ、フィルトのカードは除外するけどカオスハンターでいきたいわ。はいはいはい、セット、なるほど、加工 BF とかのイメージなんだけど、こいつなんだろう、わからねえな。まあいっか、とりあえずガジェット召喚しますか。ナイフ、これだ、グリーン。さあはいはい、なんかあります。でとりあえずなんかあるってことはフォートレス出しても、さあフォートレス出し、せいせいせい。これさ惜しいのがさ、フォートレスの2500とさガジェットでワンキルできないってのはちょっと若干惜しいよ。まあ殴りましょう、1200からいきましょう。さあゴーズケア、ゴーズケアしていく。2800、あと300、あ、終了。言うて多分インガー切断とめぐるは強いと思うが、さあどうだ。ガジェの打点低いから除外優先、罠除外、あでも今のは罠除外で、あ旋風だクリス召喚はインガー切断インガー切断、あクソ誰が。でもちょっとサーチ範囲狭まる、多分サーチ範囲狭まる。オッケー、おろしオッケー、おろしオッケー。ゲイル引いてんな、ゲイル引くな、ゲイル引くな、ゲイル引くな、ゲイルやめろ、ゲイルやめろ、ゲイル引くな。あ困ってる、これゲイルないんじゃない、これゲイルないんじゃない、これ実はこれゲイルないんじゃない、ワンチャンあるよ。だってこれめぐるでさ打点下げたやつ投げれば勝ちやん。加工していく、はいはいはい、加工して、加工して、おろしで
3にする。あ、なるほどね、はいはい。で、おろし特殊、あ、4 4って何かいたっけ、4なんていたの、4、5、6、7、8、あ、8ってこと、え、仕事、あ、で、5ってこと、わからん、ちょっと俺加工 PM 回せないからわからん、4、5、6、7、8、8だろってことは、ブラックフェザードラゴンか、なんだ、ダークエンドドラゴン、ダークエンドドラゴン、さあ、こうか、ダークエンドドラゴン、こうか、モンスター特殊召喚成功、 OK、 ダークエンドドラゴン、 OK、 はいはい、逃げろ逃げろ、フォートレス、はい、よし、これはいった、これはいったろ、よし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 、殴れんだろお前、よし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 で、ガジェット召喚してガジェット効果、いいね、このデッキいいんじゃない、結構完成度高いよ、ギガギガントでしょこれは、いや侍か、クリボール系は侍、ブラックコンゴ行こう、これこれ来た、もう見て、みんな行きます、これ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 行きます、これ行きます、これブラックコンゴ行きましょう、さあトウモロコシ出していけ、レベル4みたいで、エクシーズ召喚、ブラックコーンゴー、そしてブラックコーンゴーの最強の効果発動、相手のモンスターを墓地の食って500万、よしよし、ナイス、非常に、まあ、僕はな結構好きですこのデッキ、あ、なるほど、イエロー召喚効果、これさレベルコピーとかあったら、あのフォートレス巻き込んであれかもしんないね、あ、でもこれ、まあ、インガセザンのコストないけど、めぐるを捨てるとか意味わかんないから、まあ、これ2枚セットでしょうね。これでどうでしょう。これシステムダウンとかはマジで やばいぞ。そんなフラグじゃないからな、これ。そんなことしてはいけない。シュミッタはいい。シュミッタは別にいい。シュミッタは全く問題はない。今問題はない。はい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 。また同じこと起きたな。さっきと。さっきと同じこと起きたわ。たださっきと違うところは、俺には最強カードが眠ってるぜ。伏せカードにな。これで、だから、ギアフレームがなんか引いて、ギアフレームがなんか引いたら神。これ。モンスター引けたら神。モンスター引けたら神。セットセットセット強いな、おい。セットセットは強いが、コラボレーション効果で戻ってきて、はい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 。で、デモンストレーション効果で戻ってくる。オッケー。それは全く問題ないです。でだ！ここで俺はモンスターを引くかどうかによるんだけど、で、モンスター止めれない？引いた！これ止めるかな？これ。これ止めるかどうかなんだよな。無効にしてもでも、これさ、ここまで止めなくね？これ。これ止めんのかな？これ。これでも止めたら、あ、でも止めたらダメなのか？相手。止めたら、ここでエクシーズ召喚して、ブラックコンゴを飛んでくるから、これ止めちゃいけないんだ、相手。相手止めちゃいけない、これ、多分。この効果止めろ、逆に。逆に止めろ、止めないか。逆に止めない。はい。俺、いいんですか？やっちゃいますよ、私。インカ切断！発動！どっか行け！くたばれやがれ！ボケが、何がメタリタイだ！外役実況者メタリタイだと、メタリタイ方か、お、パトローナス、いや全然いい、問題ない、全く全く問題ない、何の問題もない、いいんですかねそれね、いいんでしょうね、そんな悠長なことしてて、悠長なことしてていいんでしょうね。さあ、で持ってくるのは何か、はい、サボタージュいいよ、全く問題ない、持って問題ない、全く持って問題ない。さあ、そしてもちろんギアギアントクロスよ。ここはレベル4のモンスター2体でオーバーレイ、俺は2体のモンスターでオーバーレイネットワークを構築、エクシーズ召喚、現れろギアギガントクロス、そしてギアギガントクロスの効果発動、オーバーレイユートを1つ使い手札にレベル4以下の機械族モンスターを加えていく。さあ、バトルベースだ。さあ、どうしました、パンドロさん、あれクリボールないんですか、あれ外役実況者メタリタインじゃなかったんですか、
残念でしたね、メタリ系じゃなくて。対戦ありがとうございました。あの何も起きなかったよね。グリーンサーチ。さあイエローガジェット効果で持ってきつつのフォードです。フォートレスト、まあ、何でもいいんだけど、まあ、どっちにか打点だけを残すか。こうだ、はい、でセッツエンド。やっぱこのフォートレス、フォートレスがやっぱ簡単に出せるのがいいところだね、ガジェットの。だってほぼ出るでしょこのモンスター。このデュエル中ほぼ出る初手に。これは強い。サンデーケンジ、サンデーケンジ許容。出てきたやつを、出てきたやつを底なしするっていう選択肢もあるが、これは許容できない、これは許容できない。なにはっ、ふざけんなよ、ふざけんなよ。てかガキ悪すぎだろこいつ。ふざけんな、ふざけんな、ふざけんな。やばい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 。あーもうどういうことやねんこれ。ふざけんなよ、無理だよ、勝てねえよそんなの。クリボールないんですかって。確かにクリボールない方が悪い。これはクリボールない方が悪い。ちょ、勘弁しとっていいですか。それはそれに関しては勘弁しとっていいですか。ふざけんなよ。